グロッタの町、ようやくたどり着いたわ。おい、あんた、見たところ旅の…あの町は今ひどいありさまだと聞くよ。命が惜しけりゃよそへ行くんだな。ご忠告どうもありがとう。けれどこの闇に覆われた世界で苦しんでいる人たちを助ける。やれやれ、こんな世界になっちまってみんな自分のことで精一杯。みんなだってもし生きていればきっと同じようにしているはず。こうして旅を続けていればまたどこかで会えるかもしれない。そうよね。町の中に魔物が、これ。俺たちに逆らうと生意気な奴だ。まだ自分の立場ってもんが分かってねえよ。二度と愚かな考えを持たろよ。待ちなさい。助けてくれてありがとう。あんた、仮面舞踏会に出場して準優勝したマルティナさんだよな。どうして？私は人々を苦しめる魔物を退治しながら、その道中でこのグロッタの町が魔物に襲われ世界が闇に覆われた後、妖魔軍王ブギーって魔物が町を占拠して俺たち人間を働かせ始め、元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの闘士がブギーを倒しに向かったけど、俺もなんとか一矢報いようと魔物に逆らってみたけどこのざまさ。苦しんでいる人たちを放ってはおけないわ。そのでもいくらあんただってブギーはこの町の3階、かつて闘技場があった場所にいるらしい。命が惜し、
町の人を苦しめるブギーと。へえ、いかにも僕ちんこそロトゼタ試合、お前が僕ちんに逆らおうっていうおバカさんだね。さあその、へえ、ブギー、キラーパンサーのように艶やかな毛並み、ギガンテスバレに引き締まった筋肉、ボクチンのタイプ決めた。君はこの瞬間からボクチンのマイスイートハニーだよ。一生ボクチンのそばにいてちょ。何をふざけたことを。そんな可愛い顔で見つめられたら、よし、素敵な君との親睦の証としてボクチンからプレゼントをあげ、じゃじゃじゃーん、ボクチン特製のバニースーツさ、絶対君に似合うから着てみち、うん、黙りなさい。はっ、ブギ、出会ったばかりの2人が触れ合うなんてハレンチすぎる。ボクチンはどうしても君にこれを着てもらいたいだ。あいつらに手を出されたくないなら、このバニースーツを着てくれないかにゃ。おお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 お、早く人質を解放して真面目に私と戦う。ブギ、前言撤回、気が変わったじゃん。僕ちん君のこともっと知りたい。というわけでブギ、僕ちんと可愛い子ちゃん以外のやつらはみんな水、承知しましたわブギー様。約束を破ったわね、卑怯者。怒った顔もプリティだね。大丈夫、君だけは吸い込まないか。いけない。もう戦いたくない。ブギー様に盾ついた罪は重い。この妖魔の監獄であと一万回は戦いのれ。なんて非道なこと、抵抗できない人を戦いの練習台にするなんて。やめろ、頼むから。な、お前見ない顔だが新入りか。安心しろ、ブギー様に盾ついた罪を骨身にしびるまで叩き込んでやるのがこの妖魔の監獄。
じきにお前も同じ目に合わせてやる。自分のここがどんな場所であろうと見過ごすわけに。よしてくれ。あんたがこいつらに逆らったらいいから、俺のことは放っておいてくれ。この奥の監獄部屋には俺よりもひどい目に遭った連中が閉じこ。わかった。あなたたちは仮面舞踏会に参加していた。ああ、あんたもここに落とされたのか。お互いついてないな。あなたたちもブギーに立ち向かい、そのまま戻らなかった。俺たちはブギーに返り討ちに遭い、この妖魔の監獄に。ここに落とされた者はね、ブギーに逆らった罪を償うまで一人ずつ魔物たちの戦いの練習台にされ、たとえボロボロになって倒れたとしても、それなんて残酷なことを。僕たちを異空間に吸い込んで、この妖魔の監獄で戦わせているのはね、そいつがいる限り僕たちはここでずっと戦い続けなければならない。それは辛い日々でも、まだ希望は残っているはずよ。その話が本当なら、メガモリーヌを倒せば。希望か。やつらに逆らったところで、さらにひどい目に遭わされるのが おとなしくしてたら、いつかやつらも許してくれるかもしれねえ。いいから。でもそれじゃ何も変わらないわ。今立ち上がらなければ。噂で聞いたわ。悪魔の子が魔王を誕生させたせいで世界が壊れちゃった。言いたくないけど、マルティナさんって悪魔の子と旅をしてたのよね。
それは。そろそろ次のお仕置きの次はお前が戦う番だ。いやだ、僕はもう。やめなさい。それほどまでに人間面白いじゃない、ボットレのくせに。この声は生意気なやつって私大嫌いなの。だからとブギー様のお気に入りだからってこのメガモリーヌ様は容赦しないわよ。メガモリーヌに目をつけられちまった。希望がある限り私は戦う、それだけよ。韓国の本当の恐ろしさ、その生意気な人間。いくら仮面舞踏会で準優勝だったからってこの戦…今のは…みんな、よく見てちょうだい。そこに立っているのは愚かで哀れなその人間に自分の立場って。
どうやら話に聞いていたお仕置きとやらもこれでおしまいのようね。あの地獄のお仕置きラッシュをたった一人で耐え抜いたなんて、どうしてあれほど頑張れるの？地獄のお仕置きラッシュを突破するなんて、やっぱりね、こうなったらこの監獄のし…そんな…マルティナさん…くそ、戦い終わって疲れたところを狙うなんて、ブギー様に気に入られたからって調子に乗らないでよ。ブギー様が真に愛しているのはこのあたし。美貌もスタイルも、この程度で私に勝ったつもり？もうお仕置きの時間は終わりよ。そんなに死にたいのなら。マルティナさん、もういい。歯向かうのをやめれば、もしかしたら命だけは助かるかもしれない。ここで立つのを諦めたら、待っているのは希望のついえた。今、世界は絶望の闇に覆われ、たくさんの人たちが、でも、そんな時だからこそ苦しむ人たちを助けたいと思った。その思いが絶望の中にいたから、私は何度だって立ち上がる人の子。
雲の目が東急に美しい私の体に傷をつけてくれたわね。あんたのおかげで目が覚めたよ。深い絶望にとら、孤児院の子供たちを守ること、それこそが俺にとっての希望の光だ。それを守るために俺も立ち俺たちだって戦うぜ、グロッタの闘士である俺たちが。さっきはひどいこと言ってごめんね。あなたの言う希望の光ってやつ、さあみんな、こんなやつさっさと片付けて一緒に元あんたたちみたいにムカつくやつらには普通これぞ我が美学。シア。タイガークロー。ファイト。ありがとう。どうだ。さあ、すごい食べたよ。遅い。覚悟。はあ。さすがだな。はい、さん。どう？燃え尽きな。地獄に落ちなさい。見とれなさい。ときめくぜ。美しき雨。ほら。気をつけろよ。気をつけろよ。何が起きたの？なんだ？ルンルン、ルカルン。どうだ？どう？タイガークロウ！おら！これぞ我が美学。もう終わり。なんで私がこんなやつら。これで本当に。早くここから脱出しない。
はもしかして一か八か。なんだなんだ、もしや可愛い子ちゃんの身に。お、本気。ここはグロッタの間。やった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 。よかった。さあみんな気を引き締め。あとはブギーを倒すだけ。奴を倒してグロ。マルティナさん。ぷぷぷ。ようやくボクシン特製バニースーツの効果が出てきた。これからはボクちんだけのために。もちろん交換日記もしてもらうし、もし